あの時あいつらが来てくれたような。体調はどう？回復してよかった。寂しくなったら呼んで、いつでも看病に来るから。サンキュー。でも一人の方が楽だ。ご飯嫌いなものあった？ん？言ってくれたら私が作ったのに。いや、ちょっと食欲なくてな。そっか。おい、なんだこれ。風太郎も早く治るといいね。同じ髪型にしろって。イツキ、ミク、ヨツバ、ニノ、イチカ。ニノ、ミク、イツキ、ヨツバ、イチカよ。今日は家庭教師の日じゃなかったの？なんだ、ニノらしくもなく前のめりじゃないか。それで同じ髪型にしたんだ。逆に、なんでお前らは顔だけで判別つくんだ？はあ？なんでって。こんな薄い顔ミクしかいないわ。こんなうるさい顔ニノしかいない。ほくろで見分けることもできるけど。お手軽！どこにあるんだ？見せてくれ！風太郎になら見せてもいいよ。ダメです！一人ずつ霊戦の犯人じゃねえか！バレた。イスキ、もしかしてわざと間違えてる？え？風太郎のことなんてもう知らない。すまん。勉強中は消します。ああ。いやー、いいね、素晴らしい。二人ともいい感じだね。なんというか、すごくいい、しっかりしてて健康的でいいね。あ、えい！どうしたの風太郎？ニノ、まずい。ミク、俺はいいから。こういうことはよくあるのか？姉妹だもん、珍しくない。でも今回は今までと少し違う気がする。俺たちでイツキとニノを探すしかないってことか。頑張ろう風太郎。お、もう疲れた。よりによって体力なしコンビだからな。仕方ない、今日は諦めよう。いつきもどうせどこかの高級ホテルに。それが実は、あの子家に財布を忘れてる。マジかよ、間一髪で助かったぜ。お前がミクを連れてきて。私は何もしてない。とりあえず問題集は全員終わらせてるみたいだけど。大丈夫だ、秘策がある。ん？カンニングペーパーだ。頭いいって言ってたけど、こんなもんなんだ。よかったね、風太郎。まだ、ここからだ。お前らの家はこっちの道じゃないだろう。違うよ、こっちこっち。お前ら全員で飛び込んでどうするんですか？大丈夫、たった2回で諦めないでほしい。今度こそ私たちはできる。風太郎とならできるよ。風太郎、早く。ああ、でもいいのか？俺が入ったら5等分できないぜ。明けましておめでとう。おせち作ったけど食べる？お前ら何のつもりだ？日頃の感謝だけだよ。嘘つけ。風太郎に相談したいことが。風太郎、ミク、俺をその気にさせたな。もう止められないぜ。風太郎、ここわかんないんだけど。どれ？
目の輪が奇数になる場合は何通りか。サイコロは3つだから奇数になるのは2パターン。偶数、偶数、奇数。あとは奇数、奇数、奇数。こうやって風太郎に教えてもらえるのも全て一花のおかげ。だからって無理して勉強に身が入らなきゃ本末転倒だ。風太郎、こいつのせいだ。なぜか最近チョコ無理やり食わせてきやがる。今日も持ってきた。全部食べて感想教えて。何の罰ゲームだ。静まって。あ、なんだよそれ、はっきり言え。直球で聞いてきた。お腹痛いからトイレだって。なぜ直接言わない。 お前もニノも何時まで寝てんだ。あ、風太郎来てたんだ。来るなら行ってほしかった。でもちょうどいい。うまかった。ありがとう。やはりミクが一番だ。え、一番ってそれはどういう意味で。お前の成績が一番だ。あ、そう。お待たせ。ミク、見違えたな。やはりお前が一番の成長株だ。風太郎、私、風太郎。よう、偶然だな。ここよりもっと近い店があるのになぜ。別に風太郎に会えるかもしれないから前に迎えに来た記憶を頼りに少し遠回りしてこのお店まで来たわけじゃなくて、たまたま歩いてたら自然とこのお店に来ちゃったわけで。待てよ、この B 賞は売ったらいくらだ。風太郎には当たらない気がする。やってみないとわからないだろ。好きな人とかいる。いないよ。前にも言ったでしょ。あれから同じクラスに気になるやつとかできたんじゃないか。恋バナしようぜ、恋バナ。急にどうしたの、風太郎。なんだよ。風太郎でもそんなこと考えるんだ。普通の男の子みたい。風太郎も当たったんだ。上、ふーくん。なんちゃって。って、そんなこといいから準備するよ。はいはい、わかったわよ。おい、とりあえず中庭へ。いや、今言え。もう逃がさないぞ。え、上杉君は私たちの関係をどう思っていますか。パートナーとか言ってたろ、お前が。いいえ、私たちはもうパートナーではありません。この関係に終止符を打ちましょう。はあ、何言ってんだ。ちゃんと説明しろ。父親に言われたのか。なぜ今そんなことを言うの。なんで全員いつきになってんだ。びっくりさせちゃった。上杉君、女の子にそのような質問をするのはいけません。この中で偽イツキがいるとしたらあるかもしれない。昨夜の怪我の跡が。ダメ。あった。こいつが偽イツキだ。四つは。ルー、ヒントです。ニノ、ヒント2。あ、イチカだ。あ、そうか、まさかの樹本人。わざとでしょ。ガチでわからん。高3だ。意地悪せずに教えてくれ。それはルール違反。もう少し頑張ってみてよ。私も当ててほしい、風太郎に。じゃあせめて足を見せてくれ。え、なんで。ダメだ、わからん。お手上げだ。あ、そうですよね。私は何に期待して。いつきをちゃんづけで呼ぶのはイチカのみ。つまりお前がイチカってことだ。まんまとやられちゃったな。なぜか自分でもわからんが、気のせいかもしれんが、一瞬お前がミクに見えたんだ。当たり。笑わないで聞いてくれ。バレンタイン返してないことに腹立ててんのかと思った。笑うなって言っただろ。お前こそなんで俺にやめてほしかったんだよ。
やっぱそれなし。今日は面接ということで、まずは募集を見て来てくれて嬉しいよ。なぜお前らがここのバイト受けてるんだ。風太郎どうするの。あんたなら当然私を選ぶわよね。私にできることなら何でもするよ。だから選んで。今日ケーキを作って改めて思った。味が悪くないんだかな。ここに魔法のランプがあります。ないが。あります。心理テストか。5つ願いを叶えてくれるとしたら風太郎はどうする。お金。それでいいか。あと4つ。いや普通3つだろ。何が分かったんだ。なんで答えてくれないの。ほらほら。そいつは四つ葉じゃないぞ。三女のミクだ。え、そうなの。ふーたろう。ミク。嘘じゃないよ。あさってなんだけど。 なんだけど。なんだ。ふーたろうこそ。俺は。二人して何話してるの。なんでもいいだろ。邪魔ってなんの。それは四つ葉、待って。ミクから上杉さんへの告白だ よ。一番乗り。は今なんて。上杉さん、もしかして今の聞こえて。ミク。お前ら。トイレ。おう、中野さん、また会ったね。おや。ミク、止まる。おい、大丈夫か。すいません。ちゃんと前見ないと危ないだろ。ミノ、ごめん、やっぱ無理だよ。ミク。変じゃない。まあ似合ってる。お友達は。それが来ねえんだよ。たくしょうがねえ奴らだ。風太郎、写真撮って引っ込んじゃう。悪い。私に注意したくせに。風太郎こそ周りに注意してよ。だから何度も謝ってるだろ。係の人には俺から謝っておくから、今のうちに着替えておけよ。うん。あいつら見つかんねえな。どこ行ったんだか。ん、どうしたミク。疲れちゃった。少し座ろう。私は実質2日間だったけど、でもいいんだ。最後に風太郎と過ごせた、それだけで。お前が作ってきたのか。そうだけど。腹減ったし1個もらうな。あ、頑張ったな。教えてほしい。こんなに一緒にいるのにそんなこと全然知らなかった。もっと知りたい、風太郎のこと全部。そして私のことも全部知ってほしい。好き、好き。ああ知ってるぞ。だが。うん、やっぱり私は家族のみんなが好き。ということは今の好きってのは。そこに隠れてたみんなを指してたけど。ん、もしかして自意識過剰くん。バカにしやがって。はい、チーズ。